皆さんこんにちは、タイガー桜井です。そして、ウルキアです。どうも、青木のぶです。そして今回、こちらの方に来ていただきました。どうぞ。どうも、ヒゲおじさんの岩田ジブロです。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、実はね、この方もシャドーバースやってらっしゃるんですよまあそうですね。しかも5000勝ぐらいしてるんでめっちゃやってます。めっちゃやってます。いや、僕はね、ファミツアップのヴァンパイア担当として今回、はい、皆様にデッキを紹介したいと思って。おー、もう2年ぶりぐらいですよこのシャドバ動画でデッキ紹介するの。嬉しい、ユトさんのデッキ紹介嬉しいですよ。いや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 、前とかもフェイスドラゴンだったもんね。そうね、ポルテ入ってるやつだね。そう、岩田さんの好きデッキって毎回すごい愛を感じるんですよ、なんかデッキに。あ、本当？なんかすごい自分でなんかいろいろ調べたりして調整して調整してっていう感じなんで。デビルシップヴァンパイアとかね、うん、なんかオリジナリティが強いですねうん、うん、いやだから本当視聴者の方もね、ちょっと温かい目で見てください。はい、ということで、はい、ということで今回持ってきたデッキがこちら、機械ヴァンパイアです。はい、こちら、アディショナルが追加されたばっかですね。そうですね、うん、アディショナルカードとして採用されているのがこちらです。鋼鉄のヴァンパイアスレイ、レジェンドカード6コスト66。はい、こちらは、ファンファーレで自分の他の手札が7枚以上ならドレインを持つ。そしてもう一つのファンファーレで自分の他の手札に機械カードが3枚以上、5枚以下あるなら突進を持つ、6枚以上あるなら疾走を持つ、うん、といった形の、機械ヴァンパイアには待望の新しい機械フォロワーということになっております。手札が潤沢だと強いと。結構条件きつそうなイメージだよね、はい、そう、条件きつそうかなと思ったんですけど、まず一つ目のファンファーレの効果、うん、ドレインを持つ、はい、ま、これはわりかし大丈夫なんですよ。ほうほう、うん、で続いての突進を持つ効果、うん、3枚以上5枚以下、これも余裕。余裕。ただこの6枚以上の疾走はちょっと難しい。ちょっとなんですね。でもめちゃくちゃ難しいイメージありましたけど、しっかり疾走を持たせるように意識して、うん、手札を出していかないと難しいっていう感じがしますね。なるほどね。なんか今までは結構その機械を優先して出してたような印象だったんですけど、今回このカードは機械を温存していかなきゃいけないってことでね、うん、そう、難しそうですよね。確かに、はい、そこなんですけども、はい、実はこの、まあ、大体機械ヴァンパイアって、うん、モノのフィニッシャーのパターンと、ね、今までだったら直接召喚のオーディンとかのパターンとかあったんですけども、今回はそのオーディンのパターン、進化の機械ヴァンパイアの軸っていうのは完全に外してて、うん、この手札の状態によってモノでフィニッシュするか、このスレーでフィニッシュさせるかみたいなものを考えてプレイングしていくっていうのが僕のやり方ですね。なるほど、まあ、モノは走らないがスレイは走るみたいな状況がね。そうです、そうです、できるってことか。だからモノがあるなら機械フォロワーを出していくし、うん、モノがなくてスレイがあるなら温存しながらその他のカードでプレイしていくみたいな。なるほど、深い、すごい分かりやすい。そしてっていう形でよくやってます、はい、まあ勝ち筋としてはその2パターンみたいな感じですね、はい、で一応アディショナルカードでもう1個ゴールドのレアのやつが入りましたよね、うん、追加されましたね、ダブルフィール、こいつですね。終わりやとか終わりやですね、紹介したやつ、はい、これ大きくやるのどうやってなったっけ、入れてデッキ確認ですね。入れてデッキ確認、はい、こちらですね、はい、最初実装されてすぐに、まあ、アディショナルカードなんで、うん、こいつ採用してプレイしてたんですよ、うん、まあ、ビーラーを抜いたりして、うん、このダブルフィールにしてたんですけども、やっぱりね使うことがなくて、うん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 、手札の中で腐ることが多いんですよ。なるほどなるほど、機械には合わなかったと。そうなんで、手札で腐ってることが多いなら、うん、機械タイプのカードを増やした方がいいんじゃねっていうことでブラッドコア。間違いない、ブラッドコアのおかげで、手札に機械カードが増えるから。そうで、スレイの効果が発動しやすくなると。なるほどですね。
使うというよりも手札に貯めておくために入ってたわけですね。そうですね。でも全然使う時もあるんですよ。相手に顔を攻められてる時に3-2とか3-3とかで10点回復して、うん、あのライフをリセットするみたいな。意外な10点回復びっくりしますからね。そう、うん、でまだこだわりがありまして、まだ喋りますよ。いやいや、もう全然こだわりをお願いしますよ。こだわりというか、まあ結構もうオーソドックスにはなってるんですけど、やっぱこの血の取引ですね。うん、はい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 。やっぱどうしてもそのスレイのために手札も増やしとかなきゃいけないじゃないですか。はいはい。そういった意味でドローできるのが、まあ闇の町と取引と鉄人の秋、はいはい、悪夢の始まり、あ、悪夢の始まり、はいはいはい。ドロソは多いですね。ドロソは豊富なんですけども、うん、実は鉄人の秋とかって、うん、後半になるとドローできなくなるんですよ。まあ、うん、盤面がなくなってしまう。盤面がなくなるというか、どちらかというと8ターン目とかになるともうマシンエンジェルをアクセラレートで置いてから鉄人の秋で3枚ドローするとか、うんうんうん、アーマードバットを3コスで置いてから鉄人のアッキーでドローするってやってもエンハンスが邪魔して、あ、できないですね。できなくなっちゃうんですよ。なるほどなるほど。そこが詰まってくる時の血の取引みたいな。なるほどね。ピピ使えるようにってことですね。そうですね、うん、深いね。まあそんな感じですかね。しかもなんか血の取引とか闇の街って結構回復手段がないから顔が持たないのがちょっと嫌だなと思ってたんですけど、うんうん、そこはなんかこのブラッドコアで、確かにブラッドコアもありますし、バンパイアスレイのドレインも、バンパイアスレイのドレインもあるから、なんかそこも解消されててすごいいいレシピ、綺麗なレシピ。確かに、はい。まあね、プロにもういいレシピって言われてますよ。もう自信持ちましょう、もうこれ。いや、アグノンプロはやっぱ尊敬してるんだよ。じゃあこの動画ここまでで大丈夫ですかね。いや、やります。プレイします。せっかくなんで、じゃあちょっともういいですか。いや、もう2年ぶりなんで、せっかくなんで、はい、はい、やらせていただきます。語りました。もう一個ね、言われたら0時の時より緊張しますよね。0時の時でも、とりあえず行きましょう。行きましょう。はい、はい、はい、ということで、エルフィーヌ来ました。さあ、来ましたよ。勝ちましたよ。勝ちました。いや、もう言いたかっただけなんで。さあ、ということで、ここ今の笑い方変だね。完全に俺のことバカにしてる。しない。何もらってるんですか。まあちょっと収録もね、はい、だいぶ長くなってきたんで、はい、疲れもありますからね。はい、ということで、マリガン、はい、ここ、はい、マリガンはこれは闇の街はなんか最近圧縮できるんで、うん、キープでもいいんじゃねえかなとは思ってます、うん、でやっぱあれですよね、悪夢の始まりが一番欲しいですよね。あ、うん、はい、という感じで、まあ、2コスをキープしたいんで、はい、これで、はい、いきます。でもね、悪夢さんが闇の町は戻して初めて圧縮だって言ってたよ。まあ実はそうなんですけどね。そうなの？あのマリガンするじゃないですか、この町を。いや、その分で1マリガンだから、その上、山上引いてきて闇の町がマリガンになるんですよ、初めて。アグノムさん、ちゃんとそういうの動画で言ってください。まあ多分言ってるとは思うんだけどね。僕は忘れてましたね。まあでも、うん、1ターン目の動き他にないから、うんうんうん、まあなしではないんじゃないですか、多分全然。まあまあまあ、そう、あのね、闇の町はね、後半引いてくると、うん、ゼロコスで出すことがなんか難しくなるんですよね。ああ、なんかそれ、確かに確かに、それのデメリット考えるなら全然キープして置いとくなんてありです。そうなんで、ちょっとそういう感じがありますね、はい、メカゴブ、メカゴブから、まあ、2-2置いときたいっていうのだけですね。なるほどですね。極限のデーモンで例えば手札にモノとスレイが両方いた場合ってどっちに爆した方がいいかね、このって。基本はモノっすね。いけそうな方、確実に移動しやすいですもんね、うん、スレイ、なんか体感どれぐらい
はい、どの何試合中何試合起動するとかあります？スレイは、はい、失踪ですか？失踪っす、失踪っす。あ、でも 4試合に1回2回とか。あ、結構走る。割と走りますよ。すごいですね。確かに1回走っちゃえば2枚目も走りそうですもんね。あ、でも逆にそのなんて言うんでしょう、うわ、これどうしよっかな。これ顔でいいんじゃないですか。これは顔でよさそう。必要はそのなんでしょう、スレイの突進ドレインで、あのゆっくり戦ってやろうみたいなこと考えちゃうじゃないですか、うんうん、あれやるとね、あんま良くないですね。どちらかというとやっぱスレイとモノで圧をかけていくみたいな風に、まあ、やった方が停止します。さっき4進化、これだってジェノだもんね。ジェノですね。さあ、これではモノがあるんで、うん、手札の数すげえ、タグ多いな。まあ、マシンエンジェル、マシンエンジェル、極円で極円のデーモンでもどんどんバッかけてくっていうみたいな感じでいこうかなと思ったんですけど、うん、この4人をどうしようかな。まあ、ぶつかっちゃおうかな、うん、下から当たっても良さそう、うん。エマージェンシーモード攻撃、まあ、みちゃんをもしこれ倒してたら一枚焼けた。あ、確かに。でもそんなに重要じゃないかもしれない、うん、そうっすね、うん、でもこの動き相当強い気がしますね、うんうん、今機械が 1,2,3,4,5 枚、5枚アーマードバットだけで、うん、意外に5枚は常にある感じなんですけど、やっぱ6枚になるとちょっと次ないんですよ。受け継い、さあこれ強いっすね。あ、でもやっぱプレイしながら喋るって難しいね。すごいよ3人、すごいよ。そう、まあ、口づけからか空きかって感じですね。どっちかっすね。そうっすね、ちょっとなんかくっつき悪そう。アッキーなのか、気がするけど、アッキーはアッキーで機械を転ぶ、機械カードっていうね。どうせね、今1枚引いても焼けちゃうもんね。1枚だけだったらまあ焼けないですね、うん、2枚引いたら。そうっすね、家でやってるとこんな難しく感じないのになんでしょうね。これね、手なりでね、やりますよね。まあ、そうそうそう、なんとなくなプレイしちゃいますからね、うん、一人でやるとでもなんとなく。わあ、でもこれうまく取れないっすね、全然。まあ、2体までですよね、これ取れるの。アッキーって消えるのがアッキーなのかな。なんかアッキーな気がしてきた。節付けはまだ強いタイミングがある、きっと。いや、なんかくっつきが悪いんですよね、ここでアッキー開かないと。これでいきますわ。おバット、バット、ハッカーを取る感じですかね。そうっすね。あ、ユーモアを取られたっす。ユーモアを取りたいっすね、機械カードは。あ、でも打てば、そっか、うん、1、2取られないのか、これ。いや、いいっす、温存。お、これは1、2、3、4、5、まだ5枚あるね。で、次でアッキでってことですかね。アッキリペアみたいな。そうですね、開いたやつでアッキで手札を補充したいって感じです。横並べがちょっといいんですよ。アッキの、違う、このシンシアのスタッツがおかしいんですよ。これ、苦しいなぁ。うわぁ、でもこれブラッディコア結構活躍しそうじゃないかな。確かにめっちゃ活躍、そうっすね、うん、この進化でブラッディコア使いたいっすね、しっかり。でもちょっと、あ、でもこれブラッディコアって結局このモノと合わせて使ったりしても進化反応するのか。あ、しますね、しますね。そしたらするから別に今置かなくても、そうですね、テンプロスになっちゃいますからね。うわ、これどうしようかな。でもな、シンシアは倒さないとダメですもんね、これはね、さすがに。そうですね、シンシア倒るんだったら秋となんか、そうっすね、もうこうするしかないな、うん、ツードローで、
そうっすね、まあ、スレイが言えばいいのか、スレイ聞けばもう激アツか、確かに1枚で、おーおーいい、これはこれはシンシアに、シンシアに当てて気付けで生存、これでかいぞ、これでかそうっすね、これリザムシでいいっすかね、取ってもいい気がしますよね、取ってもいい気がする、多分 SD アカなんじゃないかな、うん、SD アカ主ジャジャジャでジャジャノバヌマの主、ボジャノヌマ、ボジャボジャノヌマ全然違うやつ、ボジャノヌマの主、これもう次ってもの走るんですか、これやられたら走りますね、6体、ああ一体でも破壊されるわ、はっへぇ、あらほぉ進化エルフ、これスレイだな、スレイが、うん、進化できないですもんね、今モノで一回守るしかないってことかな、これ、リペアモードで耐えますよ、1耐えますバフもなければですよ、モノっぽいっすね、でもエズディアだったらもうなんか、リペアモードブラッドカーブラッドカーって2個置いて、うんうん、次でモノで進化して二重回復、確かにもしかするかもしれない、もしかするのもしかするありますよこれなそれだ、それっぽくないですか、リペアブラブラリペアブラブラリペアブラブラリペアモード打ってからブラッドコアに2個置いて次でモノ進化で20回復です20回復1点から、それ大丈夫それ以外見えないですよね、でも進化エルフってあーオーディンだけ怖いですね、何普通に手札に持ってたら何やっても微妙っすからね、うん、じゃあ行ってみましょうか、リペアブラブラお願いします、これまくったらすごいよ、うん、相当相当はいっていう強いですから今、まあね、ファミツアップで普段やってる3人が言うならいや、まあオーディ1番で多いですけどさあ、おお、これで耐えた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 、マジ耐えましたね、進化回数稼ぎに来たみたいな感じですね、進化して進化して、あはは、おおさあ、全回復できますよ、全回復できるけどめちゃめちゃもったいないものの使い方ですよ、これせっかくバフしたもの、そうこういう時にね、スレイがあればねいいんですけどね、やべ先にこれ闇の街を置いとかないと、あれ置いたら置けない、うん、あ、そうか、置けないか、すいません、加減はしない、いやだ、いけるいけるいける、でもこの辺で結構大事ですよ、20点隠したよ、すごいよ、巻き返した、いや、よくある、本当にでもまた悪夢の始まりから向こうが削ってきたやつ、いきなり20まで戻されてみたいな、うんうんうん、メンタルブレイク頑張れ、そうですよ、うんうん、一応このギルネリーザは1枚ピン刺しなんですけど、うん、結構自由枠で、うん、なんかまだ悩んでるっていう感じですね、うんうん、ギルネリーザもでも5ドローでスレイが起動するみたいな、うん、実ためにそうっすね、後半のどうしてもスレイのスレイが起動しなくなってきちゃうんですよ、うん、ドロソが切れてくると、捕らえている、手厳しいな、再び切られていく、うん、いや、これはさぁ、なんか取り気だね、モノ来たけどちなみにこれ機械神引けば一番丸く収まるんですよ、なんで、ここ悪夢の始まり、あ、なギルネリーゼエンドじゃないですか、でも進化で出ちゃいますギルネリーゼエンドできないですね、とりあえずそれやりますわ、うんうんうん、引かないのか、スレイ来たよスレイ、ドレイン持ってますね、ドレイン突進、ドレイン突進いきましょう、エズディアはもう諦めましょう、夜を照らす鋼の下水、これはちょっとあれですね、すごい回復、もう26回復して26、27、すごいね回復よこれさあ
答えろ。あーやっぱりエズディアさんいたか。ボツだよこんな動画。僕はどう言います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ネミシスです。はい、ネミシス多いですよね。ネミシスね。ネミシスも多い。ネミシス、ウィッチ、ヴァンパイアが一番多いですね。間違いないですね。この3つですね。さあ、マリガン高校。コス引きに行く感じですか。そうですね。始まり残しで2コス引ければいいなっていう。今回このデッキはかなり機械フォロワーが多いですもんね。始まりで引いてくるやつ。そうです、そうです。デーモンとギルネぐらいかな。デーモンとギルネぐらいかな。うん、うん、そんな気がする。すごいですね。じゃあめちゃくちゃ安定感増しましたね、うん、今回で。かなり機械を引ける確率が上がっている。でもこのブラッドが本当実際3枚なのかっていうのはちょっと悩ましいところではありますね。うん、うん、割となんか重なっちゃうとノイズになっちゃいますもんね。うん、うん、さあこれはこれで驚くべき圧縮していく。いやでもこのフィンカルが来たってことはおそらくこちら冒涜の球体です。ぽい。あーなるほどね。あロゴ入ってんじゃん。じゃあ違うわ。ネメあのマゼルじゃない。マゼルか。マゼル結構謎な。診断直後マゼルやる人はかなりマゼルですよ。おスレイ、さすが。まあスレイいいっすね。これでね1、2、3、4、5。うん、始まりでやっぱりプロダクトマシンに対してると相当違うからな。だから一応自分の他の手札が7枚以上ならっていうね、うん、で8枚なきゃいけないんですよね。そう8枚なきゃいけない。さあこれは一応ね4枚になる。マシンデーモンか。マシンデーモンですねこれはね。めっちゃバフされる。めっちゃいい。そうでスレイかモノに基本バフはかける。うんうん、俺はスレイ走りたいな、こんなかけたら。そうなんですよ。見たい。進化で11点でしょ。やば。11点疾走って言います。11点疾走アルベロもびっくりだよ。しかもドレイン持ちますからね。11点疾走ドレイン持つからすごい。スコピョン越え。あー、リシナだ。わー、そうですか。シェナちゃんか。そう、あとリシナアレルギーなんで。ブスブスで切ってます。あでもこれアッキで美味しく2点プラス2ドロー、3ドローできるし。そうっすね、うん、これ美味しいっすね。けるが、でもアッキで良さそうですよね。まあアッキで良さそうな感じはするな。始まりの方、こういう時ってスレイを発動させるために始まりから召喚の方が若干いいんですよね。はい、うん、機械だから、なるほど。始まり、口づけでもいいと。これ多分アッキで上から、どうし、ここの悩みどころですよね。アッキで6号残すかどうかじゃないですか。そうですよね。どうですか、リシャの担当の小山さんは。僕は6号残しの方がいいかなって思いますね。なんか他と並べても結局人形とかで破壊されちゃうんで。これ別にマシンジョ板当たってから出せば別に手札焼けないですよね。まあ確かに、うん、別に、そうですね、焼けても焼けなくても変わんないですね。まあまあまあ、ここはただ6号残す方が個人的には、うん、いいですか。いいケース、わかりました。焼かないように、焼かないように。これで物とかね、焼けちゃうと物焼けたら悩ますから、ね、うん、悲しい。そう、悲しい。おギルネミンゼ横の処理はね、リーシャナやりやすいんで縦がきつい。さっきのロココがね入ってたけど、ロココ入ってます。あ、ロココ怖いですね。こうなるとちょっとね、機械カードが今足りてないから1、2、2枚なんだ。そう、あ、本当だ。アークムの始まりとかがこうきっちり消化していかないと。アークムさん、ちょっとインシャラじゃないんでわかりません。これめちゃくちゃ強いんだよな。うわー、加えますよ、でもこれで、ただこれ体力削れたんで口づけで取れます、ね、確かに、うん、そうっすね。口づけ1コストで取れるのが美味しすぎる。めっちゃいいじゃない。おプシャーも来た。口づけ、悪魔の始まりの方がいいのか、うん、かな、うん、確かに。で、2コス引いたら2コス吐くと、うんうん、そうっすね。でも引きたい。あー、重い。詰まっちゃった。
詰まりましたね。これでも取引、あ、じゃあ取引でちょっと終わっちゃう、機械に変わる可能性は、うん、取引打ってもそうですよね、これって。ただ物引いた時がまあいいのか、別にスレイ2枚あるし、もうそうでもないのか、スレイで勝つ。さあ今5枚なんで、次のドローで機械だったら走れるんですよね。確かに。もうこれ取引打った方がいい。変換、変換して、ちょ、機械機械に変換しろ、機械。あーデモか、くっそー。デモ引くならね、1個前に引いてほしかったね。うん、確かに。あ、来た、フライヤース。いやもうさ、やっぱどんなデッキが飛び出すか分かりませんね。この人ね、使ってみると、改めて使ってみると結構すごいんですよ。結構やってる、フライヤース結構並べるんですよ、これ。あ、結構どんどん並べるよね。機械シング結構いい感じなのか。まあ、機械シング何点ですか。機械神ですか。今9点。ああ、じゃあもう機械神だけど、次折れますけど、スレイが一生これ走れなくなってくるんですよ、これやっていくと。ああ。始まりでなんとか機械に変換すれば。始まりデーモン行く。始まりデーモンはでも機械神始まり。デーモン始まり。あ、機械神始まりか。機械神始まりでも2枚引かないといけないのか。いや、1枚でいいのか。機械神5枚なんで、そっか、2枚か、2枚引かなきゃいけなくなっちゃうんですよね。うん、難しい。デーモン始まりじゃないですか、一旦。うん、じゃあ最初それでもいいですね。うん、ちょっとこれはね、はい、空打ちになっちゃうんですけど、だこうやって本当機械タイプをちょっと温存してくれ。お、機械、2枚引いてもいい。しかもメカボール、メカボール出してもいいんでしょ、これ。出しても証明されなきゃ。7枚なんで出しても大丈夫。クラス残るのか、これ。本当だ、助けて。まあでも大丈夫ですよ。そして次が あれなんですよね、あいつ。これでも進化し、もうしたき、したいかな。次ディシポネが来るかもしれないんですよ。だからなんか無駄進化の可能性がある。やめといた方がいい。やめといた方がいいですね、これ。終わりました。ドレインに残す方が良さそう。確かにディシポネ強いもん。いや、あれめちゃくちゃ強いよね。何が来たらいいかな。やっぱディシポネが嫌ですよね。みんなが顔を詰めるのも嫌だな。敵を並んでくる。あんま顔詰めてこないかな。メカゾルみたいなやつ。何でしたっけ。51。温存。まだディシポネはここじゃないという。多分ディシポネですね、これも。多分。うん、もうちょっと大型出てから。さあ、クラス5。うわ。うわ。これはね。すげえ。ただこうなったら、こうなったら、こっちは回復しながら顔を詰めるっていう暴力的な行動をすればいいんですよ。これは機械神何点出るんですか。うわー、スライが焼けました。12点なんで。12点すごい。1体残りますかね。1体は残る、残る可能性が高い。さすがにこれ顔いけないですもんね、今。これ今顔いけないですね。確かに。雑にリペアモードで回復してから機械神で、悪鬼進化機械神とかで取れる。ああ、それいい、それいい。ああ、確かに。ぴったり。それでいきましょう。なんか出て。もうメカボールいいよ。機械神10何とかでしたっけ。ただアッキーやられんのか、これ。やられないか。やられないんじゃないですか。いいからそんな出ないと思う、うん、5回は進化してね。でもメカボール引いたし、これで12点ですよ。これで12点なんで、これですげえ、機械神すごい。こんな12点も出る機械神見たことないですよ。はいはい、おぉおぉ、いいんじゃないですか。次からスレイ走りますよ。4,5,6,7 枚走る。スレイ殴りまくれば勝てそう。確かに。走りますよ。ディシポネが来なきゃいける。ディシポネだけは。困ってる。
ジャンク白黒とか持ってくるのか。そういえばリシャナって忘れてた。そういえばそんなカード打ってたな。確かにあんまりね横並べてこないですもんね今のところ、うん、リシャナと横並んでたなさっき、うん、グライアスを横並べるカードかな。なんか突然リーシャナっぽくなったさあ周期破壊のアーティファクト、これチャンスじゃん。もうこれ大チャンスですね。大チャンスですね。もう黒なんか送り毒引き当てないですよもうこれ。さあ66スレイからですかね。66からのアーマードバット。66スレイからのアーマーバー出すと危ないのか。ちょっとそうですね、ゴブリン、メカゴブの方がいいのか。低い方から出すなんかあれとかあります。確かにでっかいのから出してもいいのかな。うーん、ないんだろう。でかいのからいい気がする。でかいのいっちゃおう。わかりました。メカゴブは出してもリペアモードが返ってくるから、リペアモードが返ってくるから、そうでしょう。さあ消えて、さあちょ、てかモノって一番引いてないの。引いてないっすね。あと14枚しかないよ。全く引いてないっすね。もうね、モノ引きたいな。ワンチャンブラッドゴアで一回耐えれるのかこれ進化でね。黒気を置いてるね。黒耐えれる。回復量すごすぎてちょうど一回分。これ黒置いちゃうんじゃないですか。強力放置で置いてくれたら96放置では、うん、まずいっすよね。かなりまずいです。メガイダ来た。ぴったり5点。なるほど。こんなやつ仕方でしょ。まあまあファンファーレだって仕方で大丈夫。しかもこいつ取れる。取れますね。機械し取れますね。はい。でけ。で、もうスレイは全部あれやっちゃったんで、そうっすね、燃えちゃったんで、3枚目なんで、あとはモノのトップ待ちみたいな感じですかね。ブラッドコアがちょっとあれですけど、まあ確かに。さあ残り7点かな。2回復して7ですね、うんうん、この押し付けですよやっぱり。機械ヴァンパイア今までは進化でね、うん、ボードを取ってみたいな感じなんですけど、うん、進化に振らなければこういう感じの押し付けをね、強いなやっていくっていう。88結構取れないんじゃない。ディシポネ引く。黒あーローミーなるほどね。ユニーゼ、あ、苦しい。ユニーゼ3点入る。うんうん、でもモノ、モノで勝ちじゃん。モノ、あ、モノじゃん。おみたいだけのやつよそれ。やったー、来ましたー。うわー、ヨルザかっけー。ここで眠ってたものが、おわ、聞いてくれ。トップもデッキの一つですからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ジュビロ特製機械ヴァンパイアでございました。はい、まあ割とね多分オーソドックスな形ではあるとは思うんですけども、うんうん、まあここから多分環境が変化して研究が進むにつれて、なんかブラッドコアの枚数とか、うん、口づけの枚数とか、あとはあれですね、なんだっけ、眷属の召喚とか入ってる、あの、あ、悪夢の始まりにサーチされないように、うんうんうん、今は抜いちゃってるんですけど、なんかそこら辺で、あとはギルネリーゼとか、うんうん、なんか研究が進んでいくんじゃないかなと思っております。そうね、ブラッドコアまで入れてる人珍しいですからね。うん、うん、ですね。結構でもかなりスレイ走りやすそうなんで、うん、はい、だいぶ走りやすいタイプの、機械ヴァンパイアです。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。皆さんも使ってみてください。はい、使ってみてください。はい、バイバイ。